いや、ここ結構人気ないぞ。また車いっぱいだよ。うん、ここ人気ないって。道の駅、市の織部か。ここは何が有名とかありそう？この辺確かよ、食器とか売っとったところだから。へぇ、行きたことあるような気がする。よし、なんだっけ、道の駅何個目だ今日だけで。今日は 1,2,3,4 つ。わーい、あ、3つだよ。おや、あ、トイレ行ってこ。行ってらっしゃい。なんか上にもある、なんだろう。オリベヒルズ、オリベヒルズ近道、ご自由にお通りください。つまりなんだろう。カップによってカカカップになります。はもらえますよ。うん、もらえるって書いてあったっすね。クレームはいくらもだったら俺これ買って帰るわ。あ、いるかそれ。え、こういうゆるキャラ好きよ。可愛くない？じゃあやって。何を？あ、これかわいい。あら、ピカチュウ。ピカチュウ？ピカチュウやろな、多分。キャラ物を買ってもな。まあ、ここでしかもう売れないと思ったんやろな。作者も。作者？今日作ってるし、ほら、ドラえもん。かわいいじゃん、これ。すげえな。キャラ物こんなにいっぱいあるもんなんだな。なぁ。なぁ。痛みねぇ。ほら。バッピー。欲しいな、仮面ライダー。響き欲しい。響きしかなくない。でも響きしか知らんねやろ、多分。響きとマジレンジャー来るやん。ほんとやな、余ったやろ、売り切れて。あ、水車を持ってたあれか。多分 あそこのやつやろな。あの日本一でかいやつ、うん、だから瀬戸物やつ作れよと思うのに泣きちゃう。そうか、ね、僕が決まってる。綺麗、何これ。ここまで行ったらガラスないかもしれない。ガラスかな。どこ行った。行った。もう、のれん。うん。これ2130円で持ってた。これのさ、どこに2万もかかるの？手間賃？なんていうか、まあ価値がすげえわからんっていうのがあるな。かわいい、これ。お値段がえぐいとこ来たぞ。こんなんだってさ、一目でするとね。買ってもいいけど、パーンって割られた瞬間、多分そいつをぶん殴ると思うわ。これ1050円だぞ。バッチ？違うよ、箸置きだろ。だってバッチって書いてあるじゃん。そう、バッチ？本当や。1050円か。と
陶器のバッジなんかつけるか。知らんわ。陶器の値段っていうのが分かんない。すごい10万超えした。関係ない、絶対ボッタやろ。全部 BGM 足してもうなんで音声カットだよこんなもん。ピー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 鳴らしていても。でも10万超えのさっきのがピークだな。2万といえば一の宮でしょ。そうなのか。取りたいな。ええやだよ。取れ高求めないで何しに来たの。食器に文句言いに来ただけか。やだ、俺あの 見た瞬間ゲソッとしたもん。俺もしたよ。何してん。マジか。大丈夫じゃないよ。何があるか動画の楽しみだよ。何があるのじゃねえよ。もうオリーベヒルズ木かちゃんまで見えねえ。うわマジかよ。株式会社株式会社ってなんだこれ。小売販売とかそういう企業のあれなのか。株っていう文字が多すぎてさ、本当に商業用スペースって感じがするな。階段多い。エレベーターは無理でもなんかないんか。ここなんか上がるための、はあ、よいしょよいしょ。アウトレットモール、いや、とりあえずこのアウトレットモールから行ってみよう。ちょっと外面悪いだけできっと中身はすごいって。うん、手技工房匠の館。個人店やる人は本当に食器を買いに来るぐらいな大量発注の場所っぽい感じがするな。ラーメン丼やっぱりいくら。でも一杯185円か。天津飯ぐらいに入りそうだ。
じゃあおらへんやんけ。どこ行ったんや。車の中帰ったかな。クーラーあるし。それはもう動画見てのお楽しみだよ。なんか受けたやないかな。いやでもなんていうの、まああの階段登っててくっそ腹立つっていうような顔。何が？何が？あ？